した長い足にくびれた腰サルサ踊るセクシーバディにみんな心奪われてるラティンダンスちょっと自信があるよベイベー今夜はつくもえるぜベイビー come with me tonight 心からだ止まらないのか Good morning!2014 3月23日日曜日時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ本日のナビゲーターは前川あやみがお届けしてまいります。さあ3月23日日曜日ということでもう3連休3日目ですか。あらまあ早い。そっか金曜日から3連休スタートしましたもんね。はい、もうあっという間のね、連休最終日なんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。県内は国際映画祭ね、第6回沖縄国際映画祭でもう賑わいを見せておりますけれどもね、足を運んだ方もいると思いますし、今日明日でね、楽しんでくるよっていう方もいると思いますけれども、はい、私たち FM 読谷もですね、スタッフがはい、レッドカーペット中継と、そして昨日、今日とね、FM 読谷の番組、夕方6時の番組までは、宜野湾の国際映画祭会場から、お出かけ放送ということで、はい、もう皆様スタッフ朝早くからバタバタとね、会場に向かって出発しましたけれども、さあね、また話はガラッと変わります。私のですね、携帯の留守電を、英語に今設定してるんですよ。はい、まあ、個人的にただ英語が好きっていうぐらいなんですけれどもね、理由は。はい。でもしたらみんなこう、友達だとか知り合いも電話かけてきて、まあ、私が取れない時にこの留守電、ね、英語に変わって、leave your message って、ね、言われると、なぜかみんな、ハローとかね、はいとかね、こう、英語で始まるのがね、なんともこう、後から留守電を聞き直して、ちょっと面白いところで、はい。なんだか、保存してずっと聞いてしまいますね、その留守電を。はい、そういうことないでしょうか、ね。なんか、釣られちゃうんですよね、きっとね。それがちょっとね、はい、今朝もそういう出来事があったので、なんだか面白いなって、はい、感じたので、ちょっと皆様に、はい、お話しさせていただきました。さあ、今日取り直して観光情報番組読谷ラジオ、この番組は沖縄県中部にございます、ここ人口日本一多い村読谷村の魅力を皆様にお届けしていく番組となっております。本日も10時までの約1時間となっておりますよ。本日は FM 読谷本スタジオからの生放送となります。ナビゲーターは私前川あやみ、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。情報番組読谷ラジオではですね、毎朝番組冒頭でドライビングナンバーをお届けしております。この曲を聴いてぜひ読谷村にね、入っていただければ、ハンドルを切っていただければ、そんな思いで、一曲お届けしております。本日のドライビングナンバーはアースウィンド&ファイアーでサンデーモーニングお届けいたします。
タンラジオをお届けいたしましたのは、アースウィンド&ファイヤーでサンデーモーニングお届けいたしました。観光情報番組読谷ラジオ、いたしました。時刻は9時11分になっております。ここで本日のお天気情報をお届けいたしましょう。まずは本日午前4時35分沖縄気象台発表のお天気概況からです。本島中南部と本島北部では24日にかけて空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに十分注意をしてください。23日から明日24日にかけて沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高い見込みです。さあ風がですね、本日北東の風のち東の風となっております。波は 1.5 メートルのち2メートル。降水確率は夕方6時までは 0%、そして深夜0時にかけて 10% と雨の心配はなさそうです。日中の最高気温21度まで上がる見込みです。さあここで、この番組でしか聞けないコアなお天気情報、海の情報をお届けいたしましょう。さあ、電話つながってるかな。早速呼んでみたいと思います。おはようございます。おはようございます。よかった、つながってます。ティーダさんさんの松田です。はい、ティーダさんさんの松田さんでございます。ではよろしくお願いいたします。はい、では海の状況からですが、本日は、穏やかに見えて綺麗な海の色に見えます。で空の状況ですが、雲がなく快晴って言っていいほどのすごい青空になっております。以上になってます。はい、ありがとうございましたね。気持ちいい天気だなっていう風に聞いてて感じましたけれども、ぜひ皆様ティータさんさんにもお立ち寄りくださいね。松田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りいたします。さあ、この観光情報番組読谷ラジオでは皆様からのメッセージ、ご意見ご感想なども24時間受付中でございます。メールアドレスはすべて小文字 FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp となっております。さあ、この後 CM 挟みまして、読谷なんでも調査団、そしてその読谷なんでも調査団に関連するリスナープレゼントもご用意してお待ちしておりますので、ぜひお聞き逃しなく。いや、みんな聞いてる？ミッキーだよ。観光情報番組読谷ラジオ聞いてる？今日は僕の友達を紹介しよう。はい、ミキー、私ミニーよ。それに友達じゃなくて彼女、もう照れてるんだから。あは、僕の友達じゃなくて彼女だってミニーだよ。さあミッキー、今日はどこにデートに行く？観光情報番組読谷ラジオを聞こうね。分かったわ、読谷村のあそこで待ってるわ。読谷村のあそこ、観光情報番組読谷ラジオ、あ、読谷村で待ってるから。なぜかね、マイケル・ジャクソンの曲、選曲でね、はい、CM 明けをお届けしてますけれども、なんだか自分でも変な感じしましたね。はい。さあ、CM 明けて時刻は9時18分となっております。まあ、たまにはこういったね、音楽もいいんじゃないでしょうか。さあ、この音楽を BGM に皆様にお得な情報をお届けいたしましょう。まずはこちらでございます。読谷ラジオごちそうやさまさま、リスナー特典情報でございます。読谷村のウフ堂という場所にございます居酒屋ごちそうやさまさま。ウフ堂はですね、大当たりと漢字2文字で書くですね、本当に縁起のいい場所となっております。さあ、そんなですね、ウフ堂にある、居酒屋ごちそうやさまさまから、なんとラジオを聞いてるあなたにお得な提供がございます。観光情報番組読谷ラジオを聞いて、入店時にキーワードを言っていただくだけで、ビール麦職人、各種カクテル類、チューハイ各種、ハイボール各種、もしくはソフトドリンクのどちらか一杯を無料で提供いたします。さらにお子様連れの方はお子様限定でデザートのサービスもいたします。はい。さあ、こちらの、サービスを活用するにはキーワードが必要となります。
さあキーワードはですねこちらでございます。さまさまは FM 読谷を応援します。さまさまは FM 読谷を応援します。はい、初めてちょっとエコーを使ってみたけど聞いてたかなエコーはい、今ねお伝えしたキーワードをごちそうやさまさまね、入店時に店員さんに伝えてくださいね。はい、乾杯のドリンク無料になりますよ。10名で行っても10杯無料ですから、はい、ぜひこちらのサービスご活用ください。よろしくお願いします。読谷なんでも調査団。さあこちらのコーナー読谷なんでも調査団でもそこでもって間違えた、もう、はい、仕切り直して読谷なんでも調査団のコーナーでございます。どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らなかったそうなんだの、枠を広げる読谷なんでも調査団でございます。さあ今日はですねこの後、また CM 前にですねリスナープレゼント紹介するんですけれども、そのリスナープレゼントにも関わる、読谷なんでも調査団の情報でございます。さあ読谷村にはアトラクションがあるのをご存知でしょうか。はい、あのですねもうすぐ目の前海という場所、読谷村宇佐の、憩いの広場、残波岬憩いの広場の園内に、はい、広場内にございます。日本最小最軽量の小型絶叫マシンチンブルゲーラー、はい、ちょっとこちら先日乗ってきましたので皆様にその様子を、お届けしたいと思います。さあ本日私は、残波岬の憩いの広場にございます。アトラクションチンブルゲーラーを、体験しにやってまいりました。今日はですね太陽もすごく出ていて最高気温34度ということで、もうギラギラの真夏日にこんな屋外の、はい、真夏のねもう本当に天気がいい日に乗りに行った時のリポートでございます。さあさあさあ、じゃあね実際に乗っている様子をちょっと皆様にお届けしようと思います。さてとうとう乗りました。ドキドキです。一緒に、レイコさんも乗っております。すごい、さあチンブルゲーラーがですね、はい、もうリポートしている途中でいきなり動き始めて、はい、あのもうねすごい騒がしいリポートになってしまったことを申し訳なく思ってるんですけれども、びっくりしましたね。あの見た目は大きなブランコなんですけれども、本当に実際に乗るとスリル満点なんですよね。アトラクション好き絶叫系大好きな人にはもってこいなんじゃないかなと思いますけれども、で遊園地とかに行かなくてもそういったアトラクションが読谷村で、はい、乗れます。残波岬の方にはですねもうあの県内でも有名なね、残波岬の灯台だとかそういった観光スポットでもございますし、その、灯台の周りには遊歩道もあってお散歩もできるようになってるんですけれども、もうねそこら辺歩いてるとね、遠くの方からこういうね悲鳴が聞こえてきます。なんかなと思ってね、事件かなと思ってね、はい、見るとチンブルゲーラーに乗ってるお客様の、悲鳴でございました。はい、ちなみにこのチンブルゲーラーですね、自分でボタンを押して前回りだったり後ろ回りだったり自由に操作できるんですよね。
はい、なので、まあ、あのカップルで乗るでもいいと思いますし、はい、なんだかこう友達同士でね、はい、あの罰ゲームでもいいかもしれないですし、ぜひ一回は乗ってほしいですね。はい、さあここでね、まあ後ろにこのリポートと、はい、流しながらリスナープレゼント情報でございます。さあ、本日リスナープレゼントを用意している中からですね、こちらチンブルゲーラーの乗車チケットをペア一組に差し上げたいと思います。こちらですね、通常はまあ1000円少しとしますけれども、このチケットをゲットすると無料で乗れます。はい、ぜひ、これを機会にゲットしてください。宛先はこちら、FM 数字の786アットマーク FM 読みたん .co.jp FM 数字の786アットマーク FMYOMITAN.co.jp となっております。はい、ペア一組ですね。はい、そして FM 読みたんにこのチケットを取りに来てもらえる方限定とさせていただきますけれども、地域の方はもちろん、観光にいらしてるあなた、レンタカーでこのラジオを聞いてる方、そう、あなたでございます。はい、ぜひ、このねラジオを聞いてるのも何かの縁だと思いますので、ご応募いただければなと思います。皆様からのメッセージと一緒にお待ちしております。ここでですね、一曲 CM までお届けいたしましょう。もうね、お菓子御殿のカモネの CM でもおなじみのラグンブルーの3名で、こちら読谷村、はい、人口日本一多い村読谷村にね、2014年1月1日をもって、はい、なったわけなんですけれども、そちらを、はい、記念して作られたこちらの曲お届けいたします。歌詞にも注目してくださいね。いたしましたのはラグンブルーで読谷ソング、読谷さんでございました。 CM の後もまだまだ続きます。読谷情報たくさんゲットしてください。日本一になるということ、読谷は愛が一番。さあラジオは CM となります。
りました。ユーストリームで聞いてくださっている皆様おはようございます。ユーストリームではですね、ラグーンブルーの曲あと30秒少々お届けいたします。めー、読谷さんの草は美味しいね。ギャオ、僕は虎だ。ギャオ。観光情報番組読谷ラジオに来たメッセージ全部食べちゃうからね。ダメだぞガオ、僕虎だぞガオ。めー、観光情報番組読谷ラジオだぞガオ。めー、読谷ラジオをお届けしております。 CM 明けて時刻は9時33分となっております。さあここでまたまた、お得なお食事どころの情報を皆様にお届けしたいと思います。さあこちらよろしいですか。はい、いつもはですねこの番組 FM 読谷のサテライトスタジオから生放送でお届けしているわけなんですけれども、はい、そのサテライトスタジオがある場所、それが読谷村高志峰にございます。楽しいがいっぱい体験王国紫村、はい、そこの隣にですねサテライトスタジオあるわけなんですけれども、さあその園内のお食事どころ、レストラン大輝、紫村レストラン大輝はおかげさまで15周年、
毎日多くのお客様にご来店いただき誠にありがとうございます。日頃の感謝を込めて15周年キャンペーン第1弾、3月いっぱいランチバイキングが大人なんと700円、ディナーバイキングが大人800円でご提供させていただきます。たったね100円しか変わらないんですよ、ランチとバイキングでも。しかも超安い。はい。さあ、ご来店時にですね、FM 読谷を聞いたとお申し付けください。自慢のプルプル手びちをたくさんご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。以上、紫村レストラン待機より、15周年キャンペーンに伴うですね、お得なお食事どころ情報をお届けいたしました。様にですね、県勢活躍のね、様子を、お届けしたいと思います。さあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、第86回春の選抜高校野球大会が兵庫県でね、はい、開催されておりますけれども、さあ、ここ沖縄からは沖縄尚学高校、そして、三里工業高校ですね。はい、県勢から2校なんて言うんだろう、参加してます。すいません、もう言葉がね探せなかった。はい、出場ですね、はい、しているんですけれども、本日第1試合が9時1分からスタートしております。こちら沖縄尚学 VS 報徳学園、はい、兵庫県のね、報徳学園でございます。さあ、このね試合の、進行状況を、はい、FM 読谷のスタッフと一緒にね、こちらの番組で協力しながらお届けするわけなんですけれども、まずはですね、先ほど、まあ、過ぎた2回表で沖尚が1点、はい、沖尚2回表の時点で沖尚1点、報徳学園が0点と1対0でございました。そして9時27分頃ですね、2回裏、はい、攻撃が報徳学園で、まあ、点数は変わらず沖縄尚学が1点、そして報徳学園0点と1対0がそのまま続いております。さあ、そして9時34分先ほどですね、3回表、攻撃が沖縄尚学に入りましたと。そして点数は、変わらず沖縄尚学高校が1点リードのまま、1対0、相手は兵庫県の報徳学園で、沖縄尚学高校1点、はい、兵庫県の報徳学園が0点と1対0リードしております。県勢頑張ってほしい。はい、やっぱりね、もう沖縄の人は県勢がね、はい、活躍していたり、ましてやこう甲子園となると県民みんなで応援しますからね。これもまた沖縄ならではの雰囲気なんじゃないかなって私は思いますけれども、皆様いかがでしょうか。はい、ね、観光にいらしてる方なんかは今日ね、もしかしたら、はい、この沖縄尚学高校のね試合の時間は、例えば三栄だとかイオンだとかね、この電化製品コーナーのテレビの前に沖縄県民がね集まってる様子が見受けられるかもしれないです。はい、沖縄ではよくある光景ですね。はい、こういった春の選抜、そして夏の選抜と、高校野球のね、全国大会が行われているときは、県民もうね、あまり街から姿を消して、みんなお家でテレビを見るか、どこかの電化製品コーナーで見るか、公民館で見るかとかね、みんなどこかしらに集合して、野球県勢応援しております。
面白いですよね。はい、こういう沖縄の雰囲気私大好きなんですけれどもね。はい、さあ、まあね、この後も、番組またギリギリまで、試合の進行状況を皆様にお伝えできる限り、はい、お伝えしてまいりますので、そちらの情報も合わせてね、注目していただければなと思います。以上、第86回選抜高校野球大会のですね、途中経過のお知らせでございました。頑張れ沖縄。インターナショナルストリートは国際通りを最初はジャニー・ミッチー、県民の怒りを爆発させた家族をドンとキョウさん絡みの枠をバイオレスだったね。その流れでジョン・ジェフ・マイケル・ステファニー・キャサリン・ランシー・アマサはうちの人だったな。ヤシがアメリカとサッカーと芝居やったんだ。初恋したのかな、ボリビアに移民してたさ。かな、今は何してるかな。アンセおじさん、順にそうヤガマさんのおじさんの四択もヤガマさん。僕の特技はイエイ解剖。音聞いてないけど、あっ、ギザブよ。好きな言葉は Give some money。 はい、どっけ順に More money。 サイサイおじさん、サイサイおじさん、東京タワー見たことあるね。標準語立派喋れるね。ありありわらば、あえわらば、標準語ペラペラやんの。渋谷にどこがいるんだよ。しのびやがでんへ野球応援甲子園、明日は準々決勝の夜から応援しておくさ。読谷村情報あれこれお届けしてまいりましょう。さあ、皆さんどんどんお伝えするのでついてきてください。さあ、まずはですね、読谷村はですね、沖縄県内の西海岸の方にね、位置する、中部の方にある人口日本一多い村でございます。さあ、特産品は紅芋をはじめですね、人参なんかもありますよ。はい、そしてフルーツパパイヤだったりですね、そういった農作物も、豊富でございます。さあ、その他ですね、伝統工芸品、読谷のね、ユンタン山花ウイだったりだとか、ヤチムン焼き物ですね、そういったのでも有名でございます。さあ、そんな焼き物といえば、読谷村内にはですね、那覇の壺屋と並ぶ、ヤチムンの、産地としてヤチムンの里という場所がございます。敷地には約15の窯元がありまして、多くの陶芸職人たちが作品をそこで作っておりますよ。焼き物好きの方はもちろん、沖縄らしいね、赤レンガの建物がそこかしこに並ぶ景観がですね、本当にこう焼き物に、たとえこう、あまりこう、知識がなかったとしても、十分楽しめる、そんな、場所となっております。はい。まあ、種類もね、多くてついつい目移りしますし、お散歩がてら、お土産探しなんかに、もってこいの場所でございます。ぜひ、お立ち寄りください。さあ、そしてですね、また、別の場所、読谷村の高志保という場所にね、先ほどもお伝えしました大気王国紫村ございますけれども、またその紫村の近くの宇治畑、宇治ってご存知でしょうかね。観光でいらしてるあなた、宇治というのはサトウキビでございます。はい、有名ですね。はい、宇治畑がですね、もう、はい、青い空、青い海に生えて緑がですね、広がって、これぞ沖縄って言える、のどかな原風景を楽しめる、それがここ読谷村でございます。
海から吹く風にウージの葉っぱがねざわざわと揺れる音がなんとも心地よくてですね、ゆったりとした時間を過ごしたい人はぜひ、読谷村のですね、まあ、紫村だとか柄青い海さん近くの方に車を走らせていただければなと思います。はい、さあ後ろでねビギンもあり乾杯ってね、はい、歌っておりますけれども、さあ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 もうね、どんどんあっという間に CM に入りそうでございます。さあ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 もうさあさあさあって言ってね、結局何を伝えてんのかわからなくなっておりますけれども、はい、まあそういった風にですね、読谷村八千文の里、そして JA ファーマーズマーケットユンタ市場なんかもございます。こちらは読谷村役場近くで、ご当地バーガーもありますよ。はい、紅豚モスクバーガーだとかね、ここ読谷村でしか味わえないものだと思いますので、ぜひそちらゲットしてドライブのねお供に、はい、楽しんでいただければなと思います。 CM の後もまだまだお届けいたしますよ。誰ですか？読谷村に観光に来たんだけど、読谷村の情報を教えてほしくて。だったら観光情報番組読谷ラジオを聞きなさい。ありがとうおじさん。待て待て、あんた芋掘っていきなさい、手伝いなさい。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。 CM 明けて時刻は9時47分に今ちょうどなったところでございます。さあまたまた読谷情報をお届けしてまいりますよ。さあ続きまして、読谷情報、はい、まあいろいろね紹介したい場所、観光地から地元の人が集うようなね場所までございますけれども、はい、まあ、まず読谷村にあまり訪れたことのないという方には王道のね観光ポイントを紹介しようと思いますけれども、はい、続きまして読谷村のこちらも高志穂にございますグラスアート青い風さんなんかもね入っている柄青い海、はい、体験施設観光施設がですね、横にぐわーっと並んでいる、そういった観光施設でございます。はい、塩作り体験ができたりだとか、やちむん体験ができたり、実際にねこうろくろを回して自分で作ったりだとかね、はい、あと琉球ガラスなんかも、作れる場所でございます。しかも他の、観光地とまた一味ここがいいっていうポイントがですね、ロケーションが絶景でございます。はい、もう目の前には東シナ海が眺望できる、そんな絶景ロケーションでですね、それにプラス
皆様の笑顔でもう最高じゃないですか。はい、いいですね、外に出たい。はい、そういったね、柄青い海さんはですね、お食事どころも、はい、中に入っておりますので、そこで、まあ、沖縄そばだとかね、塩そばなんかも、はい、食べれますよ。塩そばってね、実は私もね、食べたことないからね、どんな味なのか気になるんだけれどもね、食べたことある方ちょっとメッセージでどんな感じなのかな、教えてほしいな。はい、その他ですね、この柄青い海さんの、また近くには沖縄の海がますます好きになるようなサンゴ畑という場所がございます。ここがですね、まあ、学生さんはですね600円なんかで入場できるんですけれども、例えば大人の方でも1000円いきません、900円でね入場できる。しかもただサンゴがあるだけじゃないんですよ、本当にこうサンゴの苗がこういう風に植えられて、こういう風に育ってだとかね、一つ一つ水槽の中にサンゴのディスプレイがあったり、もちろん生きてますけれども、その他サンゴ礁に生息する生き物、ファインディングニモとかですね、はい、正式名がわからない自分みたいな、すいません。ファインディングニモもいたり、ウミガメもいますよ、それからサメもいます。しかも案外大きいサメ、3メートル4メートル 5メートルあるかな、4メートルぐらいかな、サメも見れます。しかも手に触れられる位置で、その他ですね、なんて言うんだろう、何の魚だったかな、餌やり体験ができるね、そんな魚さんもいますけれども、ウミガメも、赤ちゃんのウミガメと、それからちょっとね、成長したようなウミガメも両方います。はい、ぜひね、これは直接行ってほしい。私ね、観光にもし自分の友達が来たら絶対にサンゴ畑連れて行きます。はい、もうそれぐらい私の中ではお気に入りの場所となっておりますので、ぜひね、お時間ある方、まずは、読谷村にハンドルを切っていただきまして、読谷村内ね、メインの6号線だとか、はい、村役場のね、近くの飛行場跡地のね、開けた地平線が見えるようなね、そんな場所だとか、いろいろ道をね、散策していただいた中で、また、海沿いなんかも走らせつつ、サンゴ畑も見に来ていただければなと思います。そしてこんな晴れた日なんかにもね、またちょっといつもと気分を変えて、例えばこう、ちょっと流走体験がしたいなっていう方いませんか？はい。沖縄のね、伝統の流走なんですけれども、こういったこう流走体験をして、本格的な流走をね、身にまとって記念撮影をできる、そんな、場所がございます。それが読谷村ザキミにございます流走市場でございます。流走市場検索したらすぐ出てきますけれどもね、そこでね、まあ、卒業旅行だとかにいらしてる方々は思い出にみんなでね、流走を身にまとって頭もしっかりね、沖縄寒風にして写真を撮ると。しかもその写真を撮るところがなんと読谷村の世界遺産ザキミ城跡でございます。読谷村の頂上でございます。一番高いところですね。はい、そこで、流走体験しながら思い出の写真なんていかがでしょうか。さあ、そしてその流走一番、そしてザキミ城跡の近く、まあ、ザキミ城跡のふもとにはですね、鶴亀堂前菜というですね、もう県内でもそして本土でもね、様々な雑誌に載ってる有名な前菜屋さんがございます。オーナーのね、喜友名秀樹さん、すごくチャーミングな方でございます。チャーミングって私が言うのもね、恐縮ですけれども、とにかくお人柄に、はい、吸い寄せられるように、はい、お店に来るお客さんも地元の方も多いんじゃないかなって私は思いますけれどもね。はい、そちらで沖縄ぜんざい食べてください。沖縄のぜんざいは本土のぜんざいとは違います。豆も違いますし、まず見た目からして違います。はい、まあなんて言うんだろう、本土でいうぜんざいの上に氷が乗ってますね。まあ要は冷たいですよ。はい、まずね、それも食べていただきたい。はい、食べるならぜひ鶴亀堂ぜんざいでお待ちしております。さあ、皆様にいろいろとね、読谷村のあれこれお届けしておりますけれども、はい、さあその他にもね、お土産を買うんだったら読谷村のね、もう宇佐にございます、お菓子御殿
ね、有名ですね、ベニーモタルトなんかで。そこの、お菓子御殿で、お土産品ゲットするのもいいと思います。さあその中ではですね、ベニーモタルトの製造工場がね、無料で見学できたり、チンス工、塩ごまチンス工の、製造過程も見学できたりします。しかももちろん無料でございます。はい。そしてその中で、お食事もできる、お食事どころもございますよ。もうね、どこに行こうか迷うぐらいだと思いますけれども。さあそして、最後にですね、読谷村のというか沖縄県の言葉を覚えて帰るのはいかがでしょうか。さあいろんなね、私もね方言勉強しながらなんですけれども、どの言葉、はい、これはじゃあ沖縄人っていうさ、沖縄の人のあるあるですね。まあすいません、ちょっと方言とは違うんですけれども、沖縄では行くことを来るって言います。例えばじゃあ友達に電話しました。 OK、 今からじゃあ行くからねっていうのを、行くねっていうのを OK、 今から来るからねって言います。はい、これはねもう本当にうちなんちょあるあるですね。うちなんちょと、はい、まあ仲良くなってこうコミュニケーションを取る機会もね、ある方多いと思いますので、ちょっと注意して聞いてみてください。はい、来るからねって言いますからね。はい、もう本当に無意識です。まあそういったね、沖縄のね言葉にも触れたり、また、その言葉に触れるには人にも触れたりですね、そういった感じで地元の何より、またあの地元民に、コミュニケーションをとって、はい、楽しんでいただければなと思います。さあ最後ギリギリまでたっぷりお届けしました読谷情報、こちら観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りいたしました。さあ皆様、今日はお天気ですね、ドライブ日和です。安全運転でお越しください。読谷村でお待ちしております。